これまで土砂災害により人的被害が発生しており、八雲町で安否不明が泊発電所において原子力災害が発生をし、泊村、共和町では台風による被害への対応に加え、午前4時に藻岩地区において土砂崩れが発生。現在職員、消防、警察等が応急対策に当たっており、さらに午前6時2分には泊発電所3号機の事故により施設敷地緊急事態となり、SE の段階では、町では原子力災害対策本部を設置するとともに、台風は9時には宗谷地方に進む見込みで、避難の実施を判断し指示いたしますので、関係自治体や関係自治体においては準備を整え、今後の避難に備えてください。減災法第10条事項に至りました。住民の皆様は自宅等で屋内退避をしてください。まず安定要素材は放射性要素による甲状腺の被曝を。はい、ありがとうございます。情報を流すんですけど、住民班の方で、避難経路の方担当している方おりますか？はい、こちらです。はい、多重事故で通行止めになってますので、分かりました。はい、でこちらは、共和町さんと倶知安町さんのバスの避難ルートとなっておりますので、これから迂回路について検討いたします。このまさに多分ね、これが尻別川だ。尻別川のこっち側なんだ。ここねですね、迂回路としてこういうことを、検討してまして、これでよろしければこの迂回路で決定したいなと。わかりました。大体、はい、の避難経路ということで送られてきたかと思うんですけど、こちらの方センターから大々、の、避難経路、確定しましたということで連絡があったので、状態改善。